今日は発生から29年となった阪神・淡路大震災についてしっかりとお伝えし、共に考えていきたいと思います。まずは追悼行事が行われている神戸市の東遊園地と中継を結びます。坂本さん、お願いします。はい、神戸市の中心部にあります東遊園地からお伝えしてまいります。1.17 の集いというこの追悼行事ですけれども、阪神・淡路大震災で亡くなった6434人を忍びまして、震災の記憶を次の世代に語り継いでいこうという思いで続けられてきています。阪神・淡路大震災が起きた午前5時46分に黙祷が捧げられました。今年は能登半島地震が発生した午後4時10分にも黙祷の時間が設けられています。毎年この集いでは竹の灯籠で1.17 の文字が形作られるほか、紙の灯籠で公募で選ばれました言葉が作られます。今年は共にという言葉が選ばれました。この言葉には2つの意味が込められています。若い世代にも震災の経験を語り継いでほしいという思い、そして能登半島地震の被災者に向け、一人ではない共に助け合おうという思いです。会場には能登の被災者への応援メッセージを書き込める大きな幕も設置されています。一面が文字で埋まりまして、布が何度も交換されるほど、会場に来た多くの方がメッセージを書き残していきます。追悼の集いに参加したある方なんですが、能登の方々が被災されている姿を見ると、やはり人事ではない気持ちになる。日本では地震はいつどこで起きてもおかしくないので、全国の方々にも自分のことのように捉えてほしいと話をしていました。この後午後5時46分にも黙祷が捧げられます。坂本キャスターがお伝えしました。震災を知らない世代と共に考え、能登半島地震の被災者たちと共に助け合う、あの日から29年となった今も消えない記憶と伝えたい思いを取材しました。午前5時46分ちょうどお知らせします。黙祷。29年前の今日、突如襲った15秒の揺れ。トラックが数台、橋桁と同時に、転覆しております。助かった。奥さん、これでもうみんな全部助かってんの？いや、弟が下におりますね。犠牲者6434人。各地で今日、多くの人が追悼の祈りを捧げました。名盤のところに行って喋りかけてが毎年ですね。あんな怖い思いはもうしたくないなと思います。父親が妹を寝てるところをかばって覆いかぶさってる姿を見たりとか、その瞬間は本当に忘れないです。私は生き埋めになっており、知らない人たちが私を助け出してくれました。そして知らない女性の方がこの靴を履いてと靴を渡してくれました。私は震災で大切な母を失いました。しかし震災の後に多くの素晴らしい方々に出会い、本当に支えてこられてきたことも事実です。
今年形作られたのは共にというメッセージ。今月1日に発生した能登半島地震の被災者に寄り添い、一人ではない、共に助け合おうという思いが込められています。神戸市長田区の高取地区、木造の家屋が立ち並んでいたこの地区は、家屋のほとんどが倒壊し、揺れの直後に起きた火災でおよそ100人が死亡しました。能登地震という大変な地震が起きました。自治会は追悼行事に義援金のための募金箱を設置しました。私たちその時非常な援助をいただき立ち直ることができました。ぜひともわずかでも結構ですから義援金の募集よろしくお願いいたしたいというふうに思います。震災の遺族は能登半島地震のニュースを見て当時を思い出しながら被災地に思いを馳せています。黙祷。倒壊した家の下敷きになって娘を亡くした遺族は、1月1日の能登の大震災だからもそれからずっとそのままあの年のこと引きずってというかあの年のこと思い出しながら今日まで来たっていう感じですね。やっぱり遺族なんでどうしても一人で過ごすのって寂しいんですよね。今の当事者の方たち何をすることも考えられないと思うんですけど、前には進んでいくので皆さんも頑張ってくださいと、頑張りすぎないように頑張ってください。震災を知る世代と知らない世代が共に記憶を継承していきます。阪神淡路大震災で56人の命が奪われた芦屋市辻町。はい、では黙祷。黙祷を捧げる米津克史さん。長男の国幸君と長女のミリちゃんを亡くしました。追悼が行われた公園で集まった学生たちに語りかける米津さん。東隣のアパート住んでいたんですけど、家が全壊しました。私が語ることをその今皆さんが聞いていただいて、また誰かにつないでいただくとか。米津さんは阪神淡路大震災を経験した人や語る人が減る中、次の世代に伝える活動を続けています。これ誰のランドセルですか？国幸君。はい、国幸君はこのランドセルをどれだけ使いましたか？1年使えたか？半年。いや9ヶ月とちょっと。長男の国幸君が通っていた聖堂小学校、8人の児童が犠牲となり、追悼式が毎年開かれています。僕が学んだ今日精一杯生きるということを胸に刻み、これから一日一日を大切にして生きていこうと思います。で、私の話を聞いた子どもたちがそれをまた誰かにつなぐことによって、また新たにそこで生きていくっていう、そういう務めを改めてこの2024年の1月17日に、来年30年になりますけれども続けていこうというような思いを新たにいたしました。神戸市須磨区の若宮小学校では、中学生たちが阪神淡路大震災について学んだことを小学生に継承しました。誰も悪いことしてないのに人の命
ですよ、地震に。私たちが伝えたように、皆さんの次世代にも伝えていってほしいなと思います。共に助け合う、共に考える。29年前のあの日の記憶を未来につなげていきます。はい、私も今朝この神戸市の東遊園地朝行ってまいりました。灯籠に手を合わせていらっしゃる方、29年前の震災と、そして今年の元日に起きた能登半島地震を重なってしまう、そういった思いもあって祈りを捧げているという方が哲夫さん多くいらっしゃいました。哲夫さんは29年前取材でこちらに入っていたというふうに聞いています。そうですね、私同じ系列の地方 の福岡のテレビにいたんですけど、4日目に僕神戸に入りまして2週間、はい、取材を現地やったんですけどね、地震って犠牲になった方誰一人罪はないんですよ、ね、罪はないのに犠牲になったっていう、これをやっぱりその周り その遺族の方とかどういうふうにその心の整理をつけてきたのかなっていう、本当にいろいろ今見ながら思いました、はい、でね、僕らにできることっていうのはもちろん語り継ぐこともそうだけど、この犠牲を教訓にしてもう二度とね、地震って一回地震はしょうがない、だけどそこから先は全部人災なんですよ、ね、だからそういうことを教訓に生かして何をやらなきゃいけないかっていうのを本当に真剣に考えてこなきゃいけなかったので、今度の能登半島だってやっぱりこの教訓が生きてないこといっぱいあるわけね。そういうとこもう一回僕ら自分たちの足元厳しく見ないとダメだなっていうのを本当に感じます ね、 そうですね。阪神淡路大震災から今日で29年です。被災地では多くの人が祈りを捧げました。この日を忘れない、忘れられない人々が思いを語ってくれました。29回目の祈りの時は、凍てつくような寒さでした。黙祷。6434人の尊い命が失われた阪神淡路大震災から、今日で29年が経ちました。安ら来てね、いきなり涙が出ました。改めていろんなことを思い出しましたね。まあ、小さい頃からね、なんかよく話したり遊んでもらったりしてたんですけどね、まあ、お墓参り以外でまあ、関わりが持ってるっていうのは口論 1.17 に参加することかなっていうのを。追悼の集いで遺族代表を務めたのは神戸市に住む鈴木雄一さんです。母と兄と3人で住んでいた母子寮が全壊し、母富代さんを亡くしました。一人施設に預けられた雄一さん、家族という存在を諦めた時もありましたが、たった一枚の一緒に写った写真にある母の言葉に支えられました。愛する雄一とっていうメッセージが愛してくれてたんだなと思いますし、はい、まあ、母にとって自分は大切な存在だったんだなっていうのは思いますね、はい、
長い孤独を経験した雄一さん、今日多くの人の前で伝えたのは感謝の気持ちでした。よく聞かれることがあります。あの時震災がなかったらどうなっていたかと。私は震災で大切な母を失いました。しかし震災の後に多くの素晴らしい方々に出会い、本当に支えてこられてきたことも事実です。周りに支えてくれる人たちがいる、そしてその人たちに感謝をして何か少しでも恩返しをしていく、自分が経験した震災のことを伝えて一人でも誰かの役に立てたらと思い、今日この場に立たせていただきました。長い時を経て守るべきものができた人もいます。震災で母さとこさんと姉の萌さんを亡くした千代田武さんは去年母親の年齢を超えました。今では2人の男の子の父親です。やっぱり家族で来れてよかったなっていうのは正直な気持ちですね。僕がやっぱりできなかったというか、あのお父さんとお母さんいない状況で育ってきたんで、まあ、この子たちはそれじゃそうじゃなくて、やっぱりお父さんもお母さんもこうやっているいていろんなとこ連れて行ってあげて、で、まあ、いっぱい楽しい思い出作ってあげたいなというふうには思います。西宮市で弟の誠さんを亡くした蔦賀智弘さん。誠さんが通っていた高木小学校に今娘のさつきさんが通っています。娘があの1年生になった時に自分から行くって言ってくれて、すごいそろそろすごい去年から来てくれてるんですけど、うん、はい、嬉しく思ってます。だから今日どんなこと思いながら鐘鳴らした？地震って怖いなって思いながら。さつきさんがいることで命を奪っていく震災の怖さをより深く感じるようになりました。今年で29回目になりますけど、まあ、いつもと同じく弟には家族を見守ってやってほしいとお願いをしました。今年は新たな大災害も起きてしまいました。多くの人の命が奪われた元日の能登半島地震、大規模な火災が発生し復興の兆しの見えない町もあります。29年前には神戸でも同じ状況に置かれた町がありました。震災の時のね、長田の状況です。商店街のうち9割が燃えてしまった。全部焼け茶色いでね、燃えてしまうとこれだと、これぞ輪島の朝市を思い出すんですね。まるっきり一緒でしょ。店舗のほとんどが焼けた神戸市長田区の大正筋商店街でお茶を販売する店を営む伊藤正和さん。長い時間をかけて復興に取り組んできた伊藤さんだからこそ送れるエールがあります。だから彼らの今現在まだすぐには何をどうしていいかわからない状況も気持ちもわかりますし、その後どうやってあの町を復興させるのかいうのも僕らは経験してきてますので、僕らが例えば応援できたりなんかできるとしたら、あのいかにその輪島の朝市の方々の中でね、これからあのここ僕らがやってきた10年、それを5年3年であの復興のかできるように一緒にお手伝いできたら。多くのものを奪われた経験があることで
今伝えられる教訓。29年の時を経ても失うことなく、共につないでいきます。だいたい、はい、毎年参加してます。やっぱり思い出すからね、だいぶ変わったな、変わった変わったなと思いますね。前日から準備したりとかっていうところから携われてもらって、なんかこう地域づくりって少し心が温まる要素も入れながら細く長く続けていくのことなのかなと思って、すごく勉強になりました。そりゃ嬉しいわな。我々年寄りばっかりでね、どうしようこうしようって悩んどったってしゃあないやけど、そうしたサポートしてる方を今後とも一生懸命やっていきたいと思います。はい、生きているから夢があり、自分の取り組みたいこと、あるいは頑張りたいことに向き合うことができます。僕が学んだ今日を精一杯生きるということを胸に刻み、これから一日一日を大切にして生きていこうと思います。捧げられた祈りと震災の記憶は、今を生きる私たちの教訓としてつながれていきます。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。